はい、ゆっくりベルゼッティです。オラオラー、時計時計、ゆっくり暴走族のお通りだー。ブンブンブンブーン、オラオラー、邪魔だー邪魔だー。葬式してーのかバカ野郎この野郎ねー。そのスピードではもはや暴走族ではない、論争族だ。むむ、何か聞こえた気がしたが、気のせいだな。へいへいへい、兄さんアメリカンバイク乗ってんじゃねえぜ、カッコつけてんじゃねえ。かっこいいな、畜生。てかさ、ジェットストリームアタック部隊はもっと速く走れないの？そんじゃ、今回もゆっくり見ていってねー。あー。はい、ということで今回はユニークスタントやっていきますよ。ちなみにこちらに乗っている方は、ズラタン、マッパノビッチさんです。ということで、ユニークスタントはモビッチ縛りでいきますよ。世の中にはいろんな縛りプレイがあるけど、モビッチ縛りを達成した人間は私が最初となるだろう。手危ねえ、下がりすぎた。行くぞー。うーらー、怖いよー。よし、いいぞ、次も一気に行くぞー。うおー、よし、オーケー。ギャングは二度飛ぶのである。ちなみにバイクはジャンプ時に重心を後ろにかけると飛距離が伸びます。極めると参考映像のような起動も可能。すげーぜバイク。さあ、飛ぶぜー飛ぶぜー。マッパのビッチも準備はいいか？キリ、ガンガン行けー。うーらー、お腹が空きました。ラーメン食べたい。痛い。ブブブブ、股間が裂ける。全部終わるまでにこりたい。バイクに事故はつきものだし、このくらいどうってことないし。バイカーの皆さんならバイクでジャンプして壁に激突した経験、一度はあるよね。ね。バイクは替えがつくけどモビッチは替えがつかないので、修理しておきます。このモビッチ状態というのは、結構シビアな状態なのです。で、メタ発言はやめなさい。立体駐車場の屋上から飛ぶ、だと？冗談じゃねえ。だがそれがいい。ファイヤー。だってー。怖い。怖すぎるぞ。これを二人乗りでやるだと？誰だそんなこと考えた奴は、ロックスターか？それともカプコンなのか？モビッチが乗っている分、いまいち飛距離が伸びないんだよねー。この当時の GTA に二人乗りすると挙動が悪くなる仕様があるのかわからないけど、感覚的に。以前苦戦しなかったスタントも、モビッチ縛りだとうまくいかないところがいくつかありました。てか、こんなところにユニークスタントがあるなんて。気づかないっつーの。現在ではインターネットがあるけど、当時では攻略本を持ってないとこんなのわからんよ。ジャンプできそうなところを手当たり次第調べる気力なんて、あなたはあるかい？危ねえ、モビッチが乗っていなければずっこけていたな。まあ、モビッチが乗っている分難しくなっているわけだが。うおー。ジャンプ台を端っこに寄せた責任者出てこい。危ねえ危ねえ。今のスタントは結構難関で期待。別に事故ってなんかないし、ちょっとずっこけただけだし。ちょ、雨が降るなんて聞いてないぞ。今日ラジオで、バイスシティの降水確率、0% 以上、100% 以下。でマーリーが言ってたもん。だが、雨にも負けず。風にも負けず。濡れすけゆっくりは重要が。じゃあ。顔面から壁に激突。防弾チョッキの耐久度がほんのちょっと減っちゃうほどの大打撃。いやほんと、この街の人はなんでこんなにタフなんだろうね。だ、不死身と呼ばれるほどの異様なタフネスの持ち主なのか？でも実は一回刺されただけで死ぬぞー。なのか？実際武器に対する耐久性は普通だし、
衝突に強いだけだな。体にシリコンを詰め込みすぎじゃないのですかね。実際海外ではナイスバディなおかげで助かった女性がいるんだぜ。うわわ、鳴る髪まで鳴り始めた。ジャンプ中に私に雷が起きたらどうしよう。どうかしら、絵になるやろ。あ、これやばい。そりゃこうなるわな。じゃあ、マッパのビッチダウン、マッパのビッチダウーンヌ。だが大丈夫、今イブラヒモビッチが甲羅を踏んで残機数を増やしている。たとえ一人目のモビッチが倒れようとも、第二、第三のモビッチが現れる、というわけだー。というわけで、本日二人目のモビッチ、アレクセイ、スッパノビッチさんです。では早速レッツゴー。そこの警察署を飛び越すぜー。イエーイ。これでいいの？こんなんでもスタントマンとして雇ってくれるってのか？ほら、早く乗りなさい。せっかくバイクとパンツの色を揃えてやったんだから。ここの板って何のために置いてあるんですかね。どこ行くねーん。停滞。うっうっうっう、おおおお、いいとこなしじゃないすか。いい男は乗っているけど、しかし階段はともかく、あの木の板みたいにあからさまに斜めに積んだのは誰なんだろうね。ああ、斜めに積まなきゃいけない理由でもあったのか？もしや、車椅子や足が不自由な方でも建物の屋根上に登れるように、というバリアフリーな配慮なのか？そうなのか？なんで屋根上に登るねえ。あうち。一回目の失敗した時よりダサいけど、これでいいらしい。ユニークスタント審査員はちょっとずれたセンスの持ち主なのか？かっこよさより笑いを取ってしまうのか？その気持ち。わかる。イケメンを見せたところでレッツゴー。うーらー。そーらーもー。飛べるはずー。あらやだ。飛びすぎ。ぬおー。黒煙吹き始めた。頑張れ。とりあえずあと一個は頑張れ。スッパのビッチのケツから煙が出ているように。も見える。キリ。さあやばいぞ。衝突しないように修理屋に突っ込めー。突っこけた時以外にバイクから降りてしまうとモビッチは降りてしまうんだぜ。ちなみに、突っこけた時もこちらより先にバイクに乗られてしまうと、誘拐扱いになってすぐに降りてしまいます。よし次行くぜ。じゃあおわわわわー。スッパのビッチダウン、スッパのビッチダウーン。おースッパのビッチよ、この程度で死んでしまうとは情けない。次回までにしっかり鍛えて、正面衝突しても無傷でいられるようにムキムキになっておけよ。入ったー。さらに追撃。志村ー。後ろ。ああ、ポリースダウン。起きたー。いいぞ、とどめだ。いいキックだ。こちらの方は、セルゲイ、いつものモビッチさんです。さあ行くぞいつものモビッチ、その名前どうなん？あえて言うまでもありませんが、イブラヒモビッチとは別人です。モビッチジャングにはそっくりさんが多いんだぜ。伊達にモビッチギャングを名乗っちゃいねえ。何しろモビッチギャングだぜ。モブイッチだぜ。モブだぜ。突出、突撃ー。うらー。うごう、侵入角度が悪かった。ユニークスタント審査会の方から OK サインはもらえませんでした。畜生ー。ずっこけてもいいくせに変なところで厳しいんだから。今度こそ行くぞー。踏ん張れいつものモビッチ。
カントリーマーム食べたい。これでどや？ユニークスタント審査会の人たちよ、知っているんだぜ。ユニークスタント審査会はまたの名を、愛国者たち、ということよ。よし、飛んでくれと言わんばかりの鉄コンキンクリート、もとい、平均台だ。飛んでやろうじゃありまえんか、らー。平均台ってすごく危ない道具に見えるんだけど、あれで怪我する事故ないのかな。見方によっちゃ飛び箱より危ない道具に見えるんだけどな。さて、これで東の島は制圧だ。このまま西の島まで乗り出すぞえ。そしてここ、スターフィッシュアイランドにもさりげなく一個だけジャンプ台があります。わからんわ。助走距離を伸ばすべく、裏の柵が開いています。ここのお家の主はわかっておるな。柵にぶつからないように突撃ー。うらー。このようにしてお隣のお家に遊びに行くのだ。これでお隣のお家に回覧板を回すのが最適化されるぞ。やったぜ。さて、ここで余談ですが、このユニークスタント巡りを始める時点ですでに3つのスタントをクリアしています。マップで言うと、以上の3カ所。これらはパート14、パート19でさりげなくクリアしているので、必要に応じて確認されたし、まあ実は上の2つはミッション中に通るからともかく、下の1つはクリアしたこと自体忘れていて、何度か飛んでから気づいた、というのはみんなには内緒だぜ。よーし、スタントと隠しアイテムくらいでしか出番がない空港だ。ここ、誰でも滑走路に入れるけど、危なくない？と言ってもまあ、飛んでくる飛行機には当たり判定がないし、道路よりは安全か。滑走路より道路の方が危険って、やばくなーい。やばい、確信。さて滑走路内部に侵入だ。痛い、ドドドドドド畜生。地面固くしすぎでしょ。何やってんの、もっとこう、コンクリートがスポンジみたいにふにゃふにゃだったらずっこけなかったのに。気を取り直して、この滑走路、たまにスポーツカーが走っていたりするが、本当に大丈夫か？大丈夫じゃない。問題だ。痛い。このジャンプ台、いちいち痛いのよ。坂ではなく階段でジャンプする際にケツにかかる負荷がどの程度か、想像できるかい？そりゃもう、って感じですよ。わからない人は実際に経験してみよう。バイクで階段を登るか、または、てかもう煙つき始めたぞ。もっと柔らかいサスペンションを用意してくださいよ、モビッチよ。SAM ターレットだ、フレア。いやー、抜き落とされる。で、ターレットとちゃうやん。レーダーやんけー。空港にサムがあってたまるかっての。そんなどこにも置かれちゃ ET もお家に帰れねえぜ。 ET お家に帰る。 ET 本舗でゃー。ちょ、このサムターレット邪魔だよ。何やってんの。空港を建設する以上、バイクが飛んでも邪魔にならないように配置するべきでしょ。今度改装する際は屋内にしまっておくように。むむ、位置取りが悪い。今度こそ行くぞー。うおー。いやー。あーん。どちくしょう、また弾かれて死にたい。もうバイクも限界だし、日も落ちてきたから一度修理に戻ろう。空港内部から脱出する方向にスタントが2個あるので、そのうち1個を利用して一気にサンシャインオートに戻るぞ。大丈夫、あと1回のジャンプくらい耐えられるさ。スピチュール。うわぁ、あっちー、痛い。か、誰だ、あと1回は大丈夫とか、パンチ、って言ったやつ。ヘイポリース、路上駐車してんじゃねえぞ。後ろの車が困ってるでしょうが。はい、こちらの方こそ、アンドレイ、クリソツノビッチさんです。その名前どうなん？へいへい、
ポリース、ちんたら走ってるんじゃねえぜ。パクさんのファミリーの真似事か？そんじゃ、空港内の取り逃したところを拾っていきましょうか。空港内は目印が少ないから見逃しやすいんだよね。実はここにも、もう一箇所。似たような箇所が多すぎるのよー。ウィング着地。あの飛行機はウィングが故障した恐れがあるが、まあ黙っておこう。むむ、飛行機が生意気にも離陸しようとしているぞ。よろしい、スリップストリームでついてこい。ふふ、その程度の加速力でこのバイクに勝とうというのか？甘いぞ。てきゃー、起きるーわ。は、はは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 、そんなまさか飛行機煽って上にドボンすると思ったかい。ビビ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 ってなんかねーし。よ、よし、サムターレットにリベンジだ。パンツが濡れているのは、もちろん汗ですよ。よし、これで OK。レーダーを飛び越そうと考えていた私がそもそもバカだったようだな。そりゃあんなち。ちょま、よそ見していたら飛行機にぶつかるだと？いや、違うんだぜ。これは狙って笑いを取りに行っただけなんだぜ。別に事故ってなんか、ないんだから。ね。痛い。事故ってんじゃねえぞ、こんちくせう。よし、このイカにも数年前に爆発したことがありそうなガス管からはさっさと逃げるぞ。きっとあれだな。だいたいランスのせい。うん？ランスって誰？ですって？うん？そうそう、きっとエッチーゲームの主人公ですね。はい。まあどうせ近いうちに死んでしまう可能性のある人物です。頑張って名前を覚えるよりは、トイムラとかゲレゲレとか適当に呼んでやればよし。ちなみにラスボスの名前は覚えているかい？そう、リップスモークだ。覚えておくように。ぼや。行くぞー。ジャーンプ。ではなく、ジャーンプ。これでもなく。実はこれが本命のジャンプだいやねんでー。ふわり。あぶねえ。はぁはぁ。電灯がもう5センチ右にずれていたら即死だったな。いやまあ、ご覧の通りビルの屋上から飛び降りても無事な体ですけどね。さあ、ここはハイチゲンズの根城だ。敵対済みだと危険地帯なのでさっさと行きみたい。ギャングのせいだ。これは全部ギャングのせいなんだ。はよのれモビッチ、ギャングが襲ってく。ギャー。ああ、モビッチ。乗るな。私が乗っていない時に乗るな。畜生。この状態でバイクに乗ってもモビッチは降りてしまうんじゃよ。死んでないけどモビッチダウン。はい、こちらの方が今回最後のモビッチ。アレクサンドル、ファイナルモビッチさんです。こんな名前だけど、高校野球時代はトップバッターだったんだぜ。さて、ギャングのせいでミスったので戻らなきゃねー。まったくもう、顔を見るだけで襲ってくるって、教育がなってないわ、あのギャングは。まあかつて私はここのギャングたちを火炎瓶と火炎放射器で焼きまくったわけだが、その報復にしたってひどいよねー。人の命は、お金じゃ買えないんだぜ。キリ。よしさっさと離脱せよー。らー。押すなよ。これから毎日ラングを焼こうぜ。ソースや毎日焼肉パーリー痛い。ごめんなさい。事故ってバイクが飛んでいっただけなんです。証拠隠滅。いくら嫌いなギャングだからって、わざとバイクを突っ込ませたりはしないさ。ちゃんと謝ったし許してくれるな。うん。たとえかつて敵同士であろうとも、互いを尊重し合うことは大事なのです。敵の敵は友、という言葉もあるし、いざという時は役に立つしね。ではレッツゴー。実はここのスタント、難関です。でしょ、あらやだ。この角度、やばい。あうむ。うごわー。まずい、バイクの距離が離れすぎた。
こうなるとモビッチがただのモブになってしまう。縮小おーおー。そもそも振り返ったらもういないし、ファイナルモビッチよ。いつから最後のモビッチだなどと誤解していた？こうなれば、もはや雪吊りのモビッチを探すしかあるまい。そこだー。バイク交換しようぜ。どうぞ。ナイスバイク。どうよ？そっちにあるバイクの方があれだろ？タイヤのツヤがいいだろ？アタック。オーケー、こちらの方こそ、いつも偶然美味しいところばかり回ってくる、F スティグネー、タナゴタビッチさんです。さてここのユニークスタント、本来はミッチベイカーのミッションで必ずクリアするんだけど、私は諸事情によりクリアできていないです。なぜか？坊やだからさ、などではない。さて、次のスタントも、本来ならフィルムスタジオのミッション中にクリアします。でもやっぱり諸事情によりクリアできていません。さて、なぜでしょうか？答え、変態だからだ。あ、別に道に迷ってるなんてわけじゃないんだからね。フィルムスタジオのミッション中に使えるようになる階段を使ってショートカットしようとしているわけだが、この辺の地形って若干わかりにくいんだよねー。ああ、これだこれだ。モビッチはここから先は初めてだな。燃えかすになる心構えだけはしておけよ。って止まれねー。チック、ショー、かっこよく連続で決まったと思ったらこれだよ。何やってんの。急ブレーキ。ふむ、さすがはレスポンスポンジタイヤ、グリップ力が違いますよ。もちろん、一番気に入っているのは、値段だ。よし、やっと到着っと。ここまで来るだけでバイクから煙で始めた。バイクの耐久性が弱いのか、はたまた我々のケツの耐久性が弱いのか。ケツを強くするためには言わせんな、恥ずかしい。よっしゃ、あと一個、フィルムスタジオの屋根上で最後だ。こんなバイクで大丈夫か？多分大丈夫だ、きっと問題ない。最悪空中で爆発しみたい。ちょ、耐久がやばいって言ってるのに何やってんの？バイクはしたか？やっぷ今から修理に行くなんてダサいからやーよ。タナゴタビッチも頑張れ。マフラーからすっごい煙出てるけど、お前なら酸素が吸えなくてもいける。キリ。ここで左のジャンプ台がフェイクなんだな。まんまと引っかかってしまったー。よし、確実に一発で決めるぞ。ステンバイ。ナムさん。フラグ回収なんてすると思ったかい？ウェーイ。なんとか無事ユニークスタントモビッチ縛りを達成。間違いなく私が人類最初の達成者だ。モビッチギャングが4人犠牲となったが、本的に無限脇なので問題ありません。キリ。タナゴタビッチもご苦労。お礼にお年玉だ。遠慮せず取っときたまえ。というところで、今回はここまで。見てくださった皆様、ありがとうございました。